液にキャベツを入れて手早く混ぜます。ホタテ貝柱は3等分のそぎ切りにして、キャベツと合わせてから器に盛ってね。ホタテ貝柱とキャベツにたっぷり味がしみましたよ。粒マスタードの風味が効いたマリネで元気いっぱいです。ビギナビー、マリネやサラダに大活躍の酢、その種類をご紹介しましょう。穀物酢はすっきりした味わいで料理全般に合います。米酢はまろやかでコクがあるので和食に。黒酢はうまみ成分が豊富で和食や中国料理に。ぶどうから作る酢、ワインビネガーは洋風料理に向いています。マリネでジメジメ気分も解消ね。うま！特大のてるてる坊主！とし子も梅雨明けが待ち遠しいのね。あら、ちゃんとお箸だけは持ってるのね。レモンを効かせた夏の味、タコとセロリのレモンマリネです。セロリの茎は筋を除き、 6、7 ミリ幅の斜め切りに。葉は一口大にちぎります。レモンは輪切りを2枚用意し、皮を除いておいてね。大きめのボウルにオリーブオイル、レモン汁、塩などマリネ液の材料を混ぜ合わせておきましょう。セロリ、タコの順に茹で、さっと混ぜたらすぐにざるにあげてね。マリネ液に絡みやすくなりますよ。熱いうちにマリネ液に入れて、レモンを加えて混ぜます。冷めるまで置いて味をなじませましょうね。セロリの葉は器に盛ってから散らしましょう。タコとセロリにレモンの爽やかな風味がぴったり。茹でたタコはプリッとして生とは違った食感が楽しめますよ。詳しい内容はテキストを参考にしてください。皆さん、イカはいかがですか？では、イカクイズ。皆さん、イカの日は何月何日でしょうか？なんで？なんか面積に8はタコでイカが9っていうイメージ。イカの足って何本でしたっけ？あ、そうだ、イカの足。趣味時。うまい、早い、ヘルシー、毎日魚生活、イカで疲労回復。正解はですね、毎月10日がイカの日です。10日か、10本だから。タコは8だったのに、なぜイカが9だったの？そうだから、あれ俺10本じゃないっけと思ったの。言ってくださいよ。そんなイカにはすごい栄養があるんですよ。イカはですね、タウリンという栄養ドリンクでも有名なその成分が含まれているんです。で、このタウリンというのは体に作用するとですね、細胞の膜が安定化してすごく疲労回復効果があったり、あと胆汁酸がたくさん出てくるので消化を助けてくれたり、あとインスリンの分泌を促進したりするので血糖が上がりづらくなるんですね。ですからすごく仕事が忙しくて疲れやすい、現代人におすすめなのがタウリンがたくさん含まれているイカなんです。